はい、こんにちは、ショウです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ちょっとなんかこのドキドハピークレベ突撃室 S1 あたりは結構割とありかなと思ってて、ラストの一枠がねドラパルト、まあ、パチンコドラゴン結構しんどいって、なんか火炎放射持ってるパチンコドラゴンありえん多くてクレベースでどうにもなんなくてドラパルトが入ってるんですけど、まあカバルのに強い枠の方がいいかなと思ってます。まあ最後ダイマックス切れば多少クレベースは、まあダイマックスタクがあるんだけど、うーんって感じだね。で、パチンコドラゴンは相手はいなくて、アメパですね。これはエースバーンからなるべく入りたいかな。で、裏にドヒドイでは欲しいかな。って感じで、だキングドラは結局浮かんないから、ハピを入れるか、まあ、ドラパ入れても結局ポリツとカバレ止まるでしょって考えるとまあハピなんだけど、ドヒドイでよりハピの方が優先かな。まあ、ハピで。で、エルフーンは TOD で、気合でなんとかして、っていう感じかな。だから、エルフーン以外のところ一体まず削って動きたいね。っていう気持ち。エースバーンから来た。まあ、ドヒドリに引くっていうのは確定なんだけど、トンボ返りかなかな。ただ相手耐久振ってなかったら意地飛び膝で 50% の乱数で飛ぶんですよね。ただ相手がダイマックスすることも考えるとここはトンボ返りで一回裏に引いておくのが、いやーこれだったら膝打ちたかったけど、まあ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 結果論、それはむしろ一回これって膝じゃないや、トンボから入っとけば次のサイクルで膝でぶっ飛ばせるようになるから、まあドヒドに引きが安定で大サイコがあってドヒド倒されてもまあ、こっちが切り返せると。相手もトンボ返り、同速だったな、これ。こうなると、まあ、一方的に相手のエースバーンだけが削れたけど、ここは相手が有利なポケモン投げれるっていうところで、まあ、ここでエルフ投げができないな、相手は。TOD 考えると。との、何打ってくるかな。まあ、脱出ボタンがありそうだけどね。これ裏キングドラでしょ、おそらく。ドヒドイで大事に行かないとエースバーンで死ぬね。ここハピに引くか。いや、でも普通に一回ネット打っていいっしょ、これ。で、キングドラ見てから、滅びだよね。でも縛る技別にないから。滅びは全然いいや。まあ、お互いこれは有効ではない感じだし、全然構わないんだけど。オッケー、一発で焼いて、脱出だよね。誰に引くんだろう。あ、ここでエースバーン投げてくるとかなのかな。キングドラ、はいはいはい。あ、あれなのかな。キングドラとか全部、アメーパーをひっくるめて土俵で受けるって相手は、読んでんのかな。まあ、ハピに引くんですけど、これ相手のエースバーンもスカーフだから、まあなんとかエースバーンにつなげてエースバーンを通せれば勝ちだな。相手こうダイマックスか。雨のキングドラのさ、攻撃どんぐらい入んの、ハピに。まあでも決してキングドラ別に元の火力がめちゃくちゃ高いっていうわけではないから、どんなもんなんだろう。まあ、物理技あると当然死ぬんだけど。優しい攻撃にしてほしい。優しい攻撃、優しい攻撃。大ドラグーン。まあおそらくこれは、流星群を元技にしてるやつだよね。オッケー。キングドラに物理技がないと、ハピを崩せないと思うんだけど、どうですかね。瞑想しちゃっていいか。ストリーム。さっきのドラグーンより結構痛いはずなんだけど、ああ、いい火力だな。相手。で、瞑想積んどけばこれ次の攻撃耐えるから。スナイパーじゃないのが助かるな。で、ここ卵海で、木の実の回復と、合わせて、ヒットポイントをまあ、7割ぐらいに持っていけると思ってたんだけど、
ここ引くのか。エースマン。まあ、引き際にトラアタとか打ち込んどきたかったっちゃ打ち込んどきたかったけど、ここさすがに卵を見をしないと困るから、まあ、相手のダイマックスだけ消耗させれたって考えれば、これは全然 OK だね。で、ドヒドヒ引きで。まあ、トンボでしょ。甘えて膝とか打ってくれるとクソ楽になるんだけど。十中八九トンボなんだよな。お、膝割らない？割れ割れ、はぜはぜ、はぜ！外さない。OK、でもこれ相手ここ引くしかないね。裏に、熱湯が通せる。まあ、ニョルトの引きなのかな。交代だよね。これだったらこっちのエースバンすげえ通るな。あ、ここグドラなんだ。雨展開しに来るかと思ったけど、オッケー。今日のドヒドヒのやる気がえぐい。んー、これだったらキングドラこのままドヒドで倒せるから、ネット連打していいと思うんだよね。相手これドヒド崩すの相当きつい戦術だね。クイックターン、あー物理技あったじゃん。クイックターンって物理技だよね。それを元技にしてハピニストリーム打ったらハピ倒せてたんじゃねって思うんだけど。こいつキックターン覚えるのか。いいな。ケニョロトン出てきて。これはまあでもさすがにもらった。相手がもうドヒドどうしようもないから。なんでこんなドヒドきつい選手してきたんだろう。キングドラのダイマックスで崩せると思ったのかな。いや、結局ドヒドイで、あれだな、タイプと数値が B と D どっちも高いから。タイプさえ別に悪くなければ特殊も、HB に振ってても特殊もそこそこ受けれるっていうのが。めちゃくちゃ偉いな。オッケー。いい感じにちょっと短時間で終わったんでもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これドヒドヒとハピナス絶対選出で、あーホルードがだりーな。ホルードに当たらし効かないから、ハピナスとホルード対面しちゃったタイミングで全滅するんだよな。トゲキッス持ってっても問題の解決になんないよな。エースバンで上から強く動いていくか。まあでもトゲキッスの通りが別に悪くはないんだよな。自信だったらトゲキッス投げていいし、まあ後投げした後にどうかって話だけど。まあでもそこで確定で台巻きんなきゃいけないのが弱いな。だったらエースバンから入ってた方がいいか。エースバン、ドヒドイでハピナス。ちょっと大パンしすぎて机がなんか大丈夫かな、壊れないか心配になってきた。ロトム、これだりーなー。あ、エースバンから入ってんのか。よかったー。ドヒドから入ってて、クソめんどくさいなと思ったけど、トンボ返り安定です。引いてないってことは、まあ、スカーフかな。強、マジ。もう、これだけじゃん、一緒やってること。ハピナス引いて。OK、ドンプ。で、相手こう引く場面で、裏に何を通すか。レイビュー打っときたいな、できれば。レイビューが一番通りよく見えたんだけど。ホルード OK。これがまずかったけど、いや、これがまずいことに変わりはないんだよな。これがまずいことに変わりはなかった。ただ、この時点で相手の2体が割れてて、ラスト1体、誰が誰かって話で、ミミキューはエースバンでいけるでしょ。トゲキスは、トゲキでいけて、あ、ハピでいけて、エースバンミラーがだるい。まあ、ロトムがもうエースバンで見れるわけだから、これハピナス捨てながら行った方がいいな。
オッケー、しかも釣ってきた。ロトム。どうぞ。あー、これだったらトライアタック打つべきやったか。どうせ、ホルドの攻撃、ハピアンス耐えないわけだし。ここトライアタックでいいね。多分、ボルチェンか、あー、トリックね。オッケーオッケー。まあ、どっちみちロトムを、エースバンの圏内まで入れちゃえば、結局、こいつ受けれるポケモンがいてもいなくても、関係ないってことになるから。うん。木の実パクられたのはちょっとうざいけど。で、ミミッキュだったらまだドヒドイに引いて切り打てばなんとかなるから。まだあるんだよね、全然。で、ネットヤクドとか嫌って、ダイファイリーから入ってくんないかなっていう。放電、はい。いいですけどね。ハピナス捨てながら行くんで。ロトムがこれで、マジで問題なくなった。あ、来た、セスさん。やばいやばいやばい。オッケー。ちょ、勝ったからこれでいい？疲れちゃった。じゃあ、おっつ。